どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は大津彩香 NHK 出演ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで全国の大津彩香30人ファンの皆様お待たせいたしました。子役の頃に NHK に出演した時から早何年ようやく、えー、日曜討論という形ではありますけれども当主として NHK に戻ってまいりましたというのがまあ放送されるみたいですね。はいというわけで。 何これ <laughs> あのなんとですねえっ、ー、と大津彩香さんがですね NHK の日曜討論に、ね、まあ出られるみたいですねというわけで、まあ、今回はそのお話とそれからなぜかよく分かんないんですけどフローレンスのね駒崎さん問題っていうのが一部界隈でそのまあまあ炎上してましてそれについてなぜか、えー、大津さんも巻き込まれてるという話があるらしいのでその辺含めてね 今回はこの話をしてい,きたいというふうに思いい、います。はい、というわけでこちらはですね日曜討論ですね日曜、えー、ヤフーの、えー、テ,レビテレビ番組の紹介紹介っていうのかなえっ、ー、とガイドの部分ですねの、えー、と日曜討論のところになるわけなんですけどもでえっ、ー、とこの中で1月7日日曜日の朝9時からっていうことで日曜討論当初に問う2024年、まあ、政治は動くという ことで、まあ、いろいろお話がねなされるみたいなんですけどはいであそうだあと冒頭でねなんか大津や香さんのファン30名というお話をさせていただいたんですが一応何だっけ図と総会みたいなやつでえっと党員が30名いってないぐらいでしたよねでしかもあまあいいやぐらいだったんで少なくともまあでも少なくともあの30名以内でファンはいらっしゃるのかなっていうふうに思って んですけどねまあ普通ファンだったら入りますよねっていうところがあってだから実数はでもそこに勝手に国会議員とか入れたりとか、まあ、単純になんかファンっていうより立場ランチで入ってるとかなんかまああるいはまあ経由だと思うんですけどこの党のやり方に賛成してるとか <laughs> 含めてあるいは利害関係で結ばれてる人とかもいるからその辺を引いていくと実数はよくわかりませんけど、まあ、少なくともねあ少なくともじゃないや えと今当時の最大値でいうと30名以内じゃないかなってことで、まあ、その後人気が爆上がりしていて、まあ、それがものすごく増えていたら申し訳ないんですけどっていうふうにまあ私はちょっと見たっていうだけの話なんですけど合、はいまあ、ってるかどうかは分かりませんけどね。はい、でえっ、ー、とそしてですね、えー、と日曜討論当主に問うというところで2024年 えー、政治はどう動くのか各党首にインタビューということでこれに出られるみたいですね。まず能登半島への地震の対応はということでこれ聞かれてどうするんですかねペットがやっぱり大事なんでみたいな話をされるんですかねでもこれ意外とですね結構パッ何だろうなペット問題で何だろうな先日のある飛行機事故でもやっぱりペットが貨物室っていうんですかねにあるのがひどいとかあ,のあるいはなんだ その地震の時にまあペットの対応もちゃんとやってほしいとかですねまあ、そういうのはなんかやっぱり一部界話であって別にあのまあ、普通に大事にされるのはいいし家族であると思うんですけど、まあ、緊急時にそこまでするっていうことについてはどっちかっていうと人命の方が優先なんじゃねって思ってる人の方が多いとは思うんですけどねはい。まあ、いずれにしてもですね、まあ、そういった主張はやっぱり少数政党としてやってもいいかもしれないんで <laughs> あの。 <laughs> まあそういうことを言われるのかどうかわかりませんけどまあそんなことをおっしゃってましたよね。でそれから政治資金あ政治資金問題をどう考えるっていうことで、まあ、これはねもう大津さんにしてみたらね一丁目一番地の話でまず立花隆志の不正を訴えるって言ったわけですから、まあ、それについては一体何なのかってことですよい、ね、まあ、未だにちょっと出てこないんでわけわかんないんですけどまさか使い道がおかしいよねって。 じゃないいですよねはい、<laughs> っていうとこ含めてですけど、まあ、もしそうだとするならばご自身がそもそもですけど8000万円のね政党助成金を受け取ったのか使える状態にあるのかないのかっていう発表すらしないんですよでもし使える状態にあるとするならばそれは何に使っていくのか行こうという方針なのかみたいなことですよねで一応巷に出てる情報で言うと 大津ささんんにに情報を渡した斉藤忠まあ大津さん側によるとですねまあそれはなんかかわいそうと思ってみたいなことらしいんですけどまあそれで言ってたらもう,もう普通に党で働いてて面識もあった人たちもたくさんいてその人たち給料支払われてないわけですからまあそれを払ったったらどうかなとか思いますけどねはいまあいいやあの <laughs> っていうこととか あるいは、えー、とご自身がね政治資金パーティーをやろうとして代表権騒動に突入してそこからご自身が、まあ、党首であるっていうことを主張しながら現在に至るのでだからまあ当時はねえっ、ー、と亀甲縛りとかですねあるいはムチ打ちとかをやろうとしていたわけじゃないですかまあそれは否定されるんだって否定されるでいいけど少なくともまああの他のいろんなね案とか等々を見ててもまあ別に普通に鋭利 ですよね、まあ、政治資金パーティーというよりは鋭利発生するなり普通でいうとなんかまあ利益が出るような形で人を呼ぼうとしていたのでそれは政治資金パーティーでやると脱税になるんじゃねみたいなことをやろうとしていたわけで、まあ、そこについての見解とか認識とか、まあ、政治資金の裏金問題について当然触れるのもいいしその過程の中でやっぱりそういう。 何て言うんですかねうちうちとかもやっていいんじゃないですかねみたいな <laughs> 話をされるんですかね、まあ、ちょっと本当によくわからないその何て言うんだろうな少なくともご自身の YouTube ライブにおいてですねあのパーティー、まあまあ、政治資金パーティーとは言ってないですけど、まあ、明確に政治資金パーティーをやろうと後々してたからそのことだと該当してると思うんですけど、まあ、パーティーに来てねとで私の。 ななんだだっっけ打打ち鞭打ち1万とかだったかたまあなんかおっしゃっていたので、うん、あの <laughs>、それはもう本当に切り、切り張りっていうのかな、私は前編見ましたけど、その、まあ、そう切り取られた部分が、まあかなり拡散されてると思うんですけどね。まあ、いずれにしても、だからそ,そういうのでやろうとしていたわけですから、それを、まあ、なんて言うんだろうな、なんかやるべきだって主張されるんですかね、ちょっと。 <laughs> よくわからない <laughs> けどはい。というところでまあその辺についてまあ多分あまり何も考えてないように見えますけどなんかまあ意見があるならどうぞって感じですよね。それからまあ賃上げ少子化対策とかは何か言うのかなまあ若者が困ってますみたいなことぐらいは言うか。でそしてまあ日本外交まあこれについては分かりませんっていうあの <laughs> 感じ。 なのかかなななちょっとよくわらないですねなんかそうだなまあでもインタビュー放送らしいので多分台本をもとに喋って終了なんじゃないかなと思うわけですよねその台本も自分で作るわけではなくって感じで、まあ、そもそもえっと先日の、えっと、選挙 .com に出られた時もなんかね手元になんかカンペと思われるものがずらーっとこう書いてあったのでいやーみたいなあの。<laughs> っ <laughs> ってて、いうのがあってでしかも今回は多分短い時間で撮影するだけなのでまあ名ばかり投手がなんか喋ってますねっていう感じですよね。まあ、でも本来はこの状況をあの政党っていうんですかね立花さん含めですけど今争ってる方々のバックアップのもとに、まあ、大津投手みたいな形で盛り立ててもらって。 まあまあやろうとしていたわけなんですけどまあそれをやっぱりご自身でまあ暴走して叱られてやめるって言いながら現状も続けてるっていうふうに見えるので、まあ、その状態でこの番組に出るんだろうってなったらまあちょっといろいろおかしいよねという話ですよねで出演者ですよ出演者内閣総理大臣、えー、岸田文雄とかですね公明党代表山口邦夫とかですねえっ、ー、とあーくつあえー、っとですね えっと山口夏夫でしたねでとかまあ泉健太さんとか含めてですけどねまあまあそうそうたるメンバーの中に入ってこれ討論するんですかと <laughs> あの <laughs> いう形ですね。で VTR 出演としてはえっ、ー、と前原さんとあまあえっと玉木さんとこうねまあ裏切った党と言われてますけど前原さんが出るとまあこれちょっとど,どうなって てんのかなえっ、ー、と多分その NHK サイドとしては銀ん5人以上っていうことだと思うんですけど。うん えとそれがまあ正式な手続きを経てないってことなんですかね。だから多分次回以降は討論の形で多分前原さんが参画できる可能性があると思うんですけどいずれにしてもなんかどっかで切らなきゃいけないんで議員5人以上みたいな形になったと思うんですよね。だから以前も令和は出てなかったんですけど、まあ、議員差が増えたことによって今結構最近出られて、まあ、結構無双してますよね。はい。っていう感じですかね。はい と,いうことでまあこれもだから過去は多分国政政党みんな出れたと思うんですけどまあ立花さん NHK をぶっ壊すと言いながら出てきた立花さんを切るためにおそらくですけど国政政党あの何て言うんだろうな。 なんか理由をつけて出さないようにしてってさすがに選挙前とか、まあ、今回はお正月なんでまあいろいろバランス取って VTR 出演はさせるみたいな感じになったようですけどね、まあ、いずれにしても普通の討論だったらね当然いくらね大津さんが黙ってても話振られることになるんでまあボロが出てくると <laughs> まあねまあなんだろうな事前に打ち合わせしてそれをただしゃべるって感じになるんですかねはい。 まいいいずれにししてもすすっごいおかしい話ですけどね。ただまあそれをねやっぱりね立花さんやろうとしててねでも立花さんがついてると、まあ、戦略とかがしっかりまあ根底にあるのでこれをつ伝えていこうみたいな形でできるんですけどま大、あ、津さんの今いろいろやられてることで言うとまあ な,なんとかこう実態をとっての取ってやろうみたいな感じ見えるんでまあそれでなんかふわっとした政策はふわふわ言ってるじゃないですかだからそのふわふわしたことを、まあ、言って終了みたいな感じになりそうですけどねまあ全員しても出ないのであの <laughs> VTR 出演の方ですねで前原さんとであそうだ前原さんも一個話題があってえっと斉藤さんとね浜田さんが離党した場合にはあの まあ前原さんが受け入れるかどうかはちょっと置いといてまあ所属できるのは比例なんであの N 党より後にできたところですから自分が当選したと後にできた政党じゃないと所属できないってことで新しいやつですねだから、まあ、ま,まさに前原さんのこの間作ったばっかりなんで、まあ、ここには所属できるかもねみたいなあの話がありまして離党した場合ですけどね、はい。ということでちょっとキーマンだったりするわけですよね。はい で、しかも5人以上だから場合によってはこういうとこにね浜田さんを出すみたいなねまあそういうなんかウルトラシーンみたいなこともできる状況になっていくわけですけどねはいまあいずれにしてもまあ今回投資討論なんでねまあ基本的には前原さんが出るって感じでしょうけどはいではいでさらにえっと社会民主 党ですね、元社会党ですけれども、福島みずほさんということでね、まあ、結構、まあ、国政政党頑張って維持されてますよね、いつまで持つんでしょうって感じですけど、はい。で、さらに、えっ、ー、と、ここですね、ようやく出てきて、みんなで作ると、党首、大津彩香ということで、まあ、名前が載ってるってことなんで、まあ、ほぼ間違いないって感じですね。はい。で、さ、ま、ら、あ、に、えっ、ー、と、参政党代表の神谷総平さん。 ですよねはいまあこの2人はまあ何て言うんだろうなまあ、民主主義とは党運営とは何なのかをちょっと聞いてほしい気がしますけどね <laughs> <あの笑>要は投票した人の意向も党の支持者もふあるいは国会議員も全て無視してあの大津さんを私は代表だって言ってるわけですよね登記上のね。で そしてえっ、ー、としかもこの NHK の番組まで出ちゃってるということですよ。でそして参政党の神谷さんに置かれては要するに選挙の時に言っていたことと180度違うことをやったり、ね、実は事務,事務局長が一番強かったんですというところでまあ,あなんかこうねやっぱ ちょっと民主的ではない形で代表を首にしてわた、俺、私こそが代表なのだみたいな、なんか、すべての神なのだみたいな感じのようななり方で、まあちょっとね、す、ま、べ、あ、ての実権握っちゃったりとかしてるんで、民主主義とは何ですかとか、あの、選挙前の約束は何ですかっていうのは、ちょっと聞いてほしいなと思うけど、まあ VTR 出演なんで、おそらくですけど、 ままあまあ自信のことであるとか政党、まあ、助成金とかのまあ自分たちにとってプラスになるようなことをいくつか言っておそらく終了なんじゃないかなというふうに思う形ですね。はいまあ、あとは大津さんにしてみたらなんかこう何て言うんですかねこう自分たちが正当に見えるようになんか代表権騒動でなんかあっちがごちゃごちゃ言ってんですけどというかなんか揉めてて申し訳ありませんみたいななんか。 そういうのを入れるかどうかっていうのがまあ気になるぐらいですかねまあですかねはい、まあ、意見としてはそんな大した話が出てこないんじゃないかなというふうに思っておりますとはいというわけでねまあいずれにしてもですねやっぱりこ今回の大津彩香さんのこの NHK 出演の問題を見ても見てまあ明らかに思うんですけどあのめちゃくちゃ変ですよねだってあの <laughs> <laughs> まあ、少なくともあの国会議員にね支持されて半分以上支持されてるとかまあそういう話があるんだったらいいんですけど、まあ、そうじゃなくて民意を全く得てない人が NHK に出演して何やんですかみたいなことじゃないですかだからこれってまあ後々、まあ、責任をね取るっていう話になってった時にまあ、このこれに堂々と出たっていうことが、まあ、問題視される。 ようなな状況になりますしそれから未だに大津さんと、まあ、斉藤さん浜田さんが、まあ、あんまりあんまりっていうか全然ですかねコミュニケーションが取れてないと。でまあ昨年末に立花、えー、さんがだから、まあ、ああいうちゃんと連絡を取ってコミュニケーションを取れる状態にならないとその政党に所属する部分については まあサインしませんよみたいなもともと、ねまあ、ですけどみんな認めてないわけなんですけどポイントはやっぱり政党助成金だけの話ですよねで政党助成あだけじゃないかあとは選挙にまあ取ってプラスの部分があるとか含めていろいろあるんですけどまあそういうのがあるから取り返そうとして裁判もしその結果がまあもうすぐ今年は出ると思うんですけどね、まあ、そんな中でじゃあまあ今年毎年 えとどこの政党に所属し,してるかっていうのをサインして、まあ、それをまあ総務省に出してでそうするとその政党に所属してるってことでお金政党助成金が支払われますよっていう、まあ、そういうルールになってるんで認めてないし揉めてんだけど一応まあその争ってる中で政党助成金が入るようにサインだけはしましょうかみたいな話はあったわけなんですけどね。まあ、ただ一方で大津さんが こういういコミュニケーションを一切取らないし、それから、まあ、党職員のお金も払わない、それから、えー、と取引先にもお金払わない、もう私こそが神聖なる党首でそんなものは払わなくていいのだとか、あるいは党,党,党に対してお金を貸してくれてる人に対して、いやそんななんか、そんなのいないのだとかですね、あるいはあのい、それが言い逃れきかないってなると、それは寄付なのだとかですね、むちゃくちゃですよね、金利払って、ね、寄,付寄付した人に金利払いますかみたいな。 話があってまあむちゃくちゃなことをこうずっとずっと言い続けてるわけなんですけどまあその人物を NHK の取材力で知らないわけないですよね分かった上で出してるというところでまあこれいくつもいくつも問題でま,まずはこういったことを大津さんがコミュニケーション取らず NHK に出て勝手に自分のなんかこう勝手に当規約とか含めてやること全部書いて発表しちゃうと。 いうことになっちゃうと、これも大変なことだと思いますね。はい、乗っ取り行為をやった上にそういったことを発表しちゃったとで、それにしかも国会議員に何の相談もなく、そういうことをやってるってなっちゃうとまあ、そもそも勝手に透明変えてやってる時点でそうなんですけど。 ってなっちゃうと、まあ、それはもう,も,うもう明確に正当に、今までもたくさん離党する、離党っていうか、まあ、名義上そこにいるようなことになってることになってるわけですけど、まあ、それはもう,もう明確に離党する理由になりますよね。今までもいっぱいあったけど、もうこれも限界だということで、まあ、後々の責任問題に発展していったときに、まあ、こんなコミュニケーション取れなくて、むちゃくちゃやってて勝手にやってて。 でそれはサインできないっすよみたいな言い訳がもうこれでもってして完全に聞くっていう状況ですよね。はいということだと思います。まあだからあのもうコミュニケーション取れないんだったらまあサインしませんよっていうことはまあめちゃくちゃ正当性が高いので、まあ、こういったことも含めてあの後にね代表権が返ってきた時にそのなんて言うんでしょうねあの,あのまあ どこまで遡れるかわかんないですけど政党、まあ、助成金が改めてしっかりもらえる形になるかもねみたいなのをもう主張するためにもまあ何て言うんだうな、まあ、まあ今回の出来事は大きいような気がしますけどねはいまあすげえなしかし<笑><笑>よく出れるね <laughs> <あの笑>まあしかも討論はしませんからねはいはいという形でね まあいずれにしても代表権裁判で大津さんが仮に勝ったとしても、まあ、勝った場合は今回の出演等々についてはまあ別にまあそこまでまあ倫理的な話を置いておいて責任を取らされるみたいな話じゃないかもしれないけどまあ、ね、斎藤さん浜田さんが抜けて離党して政党助成金も入ってきません借金返しなさいっていう状況ですねそのための努力をするどころかまあ何の調整もすることなく勝手になんか離党する理由作ったよねみたいな感じにまあなってま ちゃうんじゃないかなと思いますけどねまあ、いずれにしても本当に借金漬けになってどうするんでしょうっていうところになりますかねはいということですとでそれからもう一つねえっとフローレンス駒崎問題ですねはいこれこれ <laughs> そもそもですけどあのまあ このの話を知っっている方はどのくらいいいるる方どくららしゃるかかわんんないんですけど、まあ、ひまそらあかねさんという方はがいらっしゃって、まあ、結構抗金中中問題ですよね NPO が絡みの件についてかなり突っ込んでいていろいろ暴いていってる最中だと思うんですけど、まあ、その闇が思ったよりでかいみたいな話でどん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 それが広がっていってで、まあ、最近はこのフローレンスさんがですねまあなんか本当に実態、かかってるお金の本当に ほんの一部しかないみたいな <laughs>。要はその何て言うんだろうまあ、子供のあれだったかなに何か？ あの食材を提供するみたいなやつで食材費が全体の1%みたいなやつもちょろっと見させていただいたんですけどまあ要するに人件費とかいろんなものにフローレンスに消えていくっていう形でもともとなんかほら寄付,寄付でよくあるのは真水で寄付した部分がそのままなんかその大変になってるしたところに渡る事例とそうじゃなくてまあいわゆるよく批判されてるアグネスさんが言ってるユニセフですね。とかは。 まあ23割ぐらいその人件費といいますか運営費で抜かれてまあその残りがいくよって感じでねでもそれがなんかまだまともに見えるぐらいめっちゃ抜いてるよねみたいな話でなんかすごく炎上してるっていうところですよでこれになんで大津さんが関係してるかっていうと単純になんか,か,か過去にまあこれをまあフローレンスっていうか熊崎さん押してたっていうだけの話ですねはいでこれがですね、えっとこ 昨年の1月30日です、ね、はいでまあ要はここでですねえっといろいろ話しながら最終的にこれは駒崎博樹の戦いってことでこれ駒崎さんが当時のテレ東大学ですかね今動画多分全部消えちゃってると思うんですけどそこに行って,てきていろいろこうまあ討論といいますか議論してる番組ですよね。はい、でこれとかあとかあ インスタですね。インスタでなんか駒崎さんの本を押してたりとかしていてですね。まあそういうのがあるから、裏にこいつがとか、あれはやっぱりみたいな、なんか、<laughs> これじゃいいんじゃないかなって思うけど、まあそもそもですけど、その、 まあ、大津さんのなんか後ろにチラ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 見えるようなことであるとか、ちょっとなんかいろいろ言ってることが左かかってるじゃないですか。だから、まあそういうなんかバックにいるんじゃないかとかですね、あるいは、まあそもそもなんか左のちょっとキラキラ系みたいなのっていうのは耳聞こえがいいので、まあ大津さんとかはまあそういうの好き,好きそうだよねみたいな <laughs> 感じですかね、にまあハマっただけじゃないかなとは思いますけど、今一応陰謀論で盛り上がっておりますという形ですね。 まあ、いずれにしてもです、ね、ここ結構、あの今、批判されているところはまさにここなんですね、投票に頼らない経済合理性に基づいた、まあ、育児環境改革ということで。 もうなんか、まあ、ある種暴走しているようにも見えるんですよね駒崎さんというかやってることがねもともとはなんか病児保育から始まって立派な活動してるってイメージだったんですけどもうそこまで抜くかっていうレベル感だったり、まあ、人件費はねもともと、ね、NPO 法人で高くしていこうみたいなねいう感じの考え方等々もあるんでまあそれは批判されやすいよねって感じでで,、えー、とで,でも結局でもそれ公金じゃないですか。 で、まあ、政治家が止められればいいんだけども今までも問題視してた人がちらほら出てきたんですけどそこでも止まらないみたいな感じなんでまさにあの投票に頼らない、えー、経済合理性に基づいた育児環境改革ということで、まあ、これを大津さんに当てはめると投票に頼らない、えー、N 党乗っ取り計画とかねなんか <laughs> わかんないけど少なくとも投票には大津さんは頼ってないでしょっていう感じですかね。はいまあ、そういうのもあってもともとね、まあ、そういう思考が合うのかもしれないっていう話ですね。<laughs> はい。というわけで以上でございます。まあ私はちょっとね、まあ、NHK はあのテレビないんで見れないんで皆さんの切り取りを見たいというふうに思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。